どうも、マツケンです。今回はコストコ購入品の4月1週目編をお送りします。4月に入りまして、コストコの感染症予防、感染症対策っていうのがまた1段階厳格になったといいますか、これまでだったら会計するときにレジの方にね、並んで、どんどん前に詰めていくっていうような感じだったと思うんですけれども、ソーシャルディスタンスっていう2メートル以上開けましょうね、近づかないようにしましょうねっていうのがあると思うんですけれども、あのルールをしっかり守るというような感じだと思うんですが、テープがね、レジのところにこう貼ってありまして、前の人が終わったらそこに1個、そういう風に列の並び方っていうのが変わってまして、あと前のお客さんが終わったらベルトコンベヤーのところこういう風に消毒して、それでやっと前に進めて商品をコンベヤーに置けるみたいな感じになっておりますので、これまでね、買い物してた時よりも時間はかかると思うんですけど、このご時世で空いてるだけでも非常にありがたいので、まあ、そのこと知っておくだけでもこう心の準備というか、時間かかるんだなぐらいね、思っておけばね、少しは余裕を持って待てるんじゃないかなと思いますけどね。おそらくですね、レジ前の段取りはどの店舗も一緒だと思いますけど、例えば立柱式のやつでエレベーターに乗ってで売り場の方に降りるとか、そういった時も一家族ごとにしかエレベーター乗れなくなったりとかっていう風になってるみたいなんで、どんどんね、ルール的にも厳しくはなってきてますけど、コストコはフードコートのイートインスペースを撤去したりとか、状況に応じて最適化されてるっていう感じですね。やっぱアメリカ企業なんでね、早いですね、対応が。で、僕はね、週1ぐらい買い物行ってるんで慣れてはいるんですが、1ヶ月に1回とか2ヶ月に1遍とかしか行かない方は、前と違うやんかみたいな感じでびっくりされるかもしれませんが、今のところそういう風になっておりますので、はい。で、本題に戻るんですけれども、今回紹介する商品は9点になります。で、半分ぐらいはね、リピートしてる商品になりますんで、レビュー動画作ってる分に関しましては概要欄の方にリンク貼ってますので、詳しく見られたい方はそっちの方チェックしてみてください。僕のチャンネルでは商品レビューの動画いろいろ出してるんですけれども、コストコは結構メインでレビューしてますんで、もしまだチャンネル登録お済みでない方は登録して、ぜひ最後まで見ていただければなと思います。それではまずリピート商品から先に紹介していきます。麺屋おきの太麺焼きそば、宮城県産の湯通し刻みめかぶ、伊藤園の黒豆入り国産麦茶、利用家スンドゥブチゲマイルド。リピート商品はこの4つになります。まずこの焼きそばですが、もう説明不要ですね。ここ3週間ぐらい長男春休みでずっと昼ご飯をね、家で作るっていう風な感じでやってたんですけれども、やっぱこの麺があるとね、だいぶ楽です。今回の買い物で2パッケージ買ってたんですけれども、残り3食になりました。僕が行ってる店舗にはないんですけど、この麺屋置きのナポリタンっていうのが出てるっぽくて、今回探してみたんですけどまだ出てなかったみたいなんで、もしね、発売されればレビューしたいなとは思ってますが、この麺とても美味しいんで、おすすめです。あとね、この粉末ソース、チャーハン作るとめっちゃうまいんで、それもね、ぜひお試しください。次が、こちらメカブですね。久しぶりに購入したんですけど、最近ね、売ってる時と売ってない時があるんですよね。今週はね、たまたま売ってたんで購入したんですけれども、やっぱね、価格上がってますよね。グラムあたり129円、 1020g 入りで1316円なので、じわじわ価格は上がってる印象ですね。ここ1週間で次男がめちゃくちゃご飯を食べるようになったんですよ。長男と同じぐらいの量をね、おそらく食べてるんですけれども、いつもふりかけとかになっちゃうんで、新しいレパートリーでこの刻みメーカーもね、食べさせようかなと思います。これ消費期限がね、製造日含めて 3,4,5,6,7 5日間あるんですけど、こういったジップロックコンテナとか、あのジップ式の袋でもいいと思うので、なるべく早い段階で冷凍保存しておくことをお勧めします。この容器のまんま出し入れしているとやっぱね、初日食べた感じと5日目でだいぶ味変わってきますんで、1キロ入ってますし、確実に食べない部分っていうのがありますんで、まあ、その部分を見越して最初に冷凍しておくと。はい、コストコのメカブって切り方がランダムで、大きいのもあるし、ちっちゃいのもあるし、なんか細かくしすぎてないのが気に入っております。はい。
次こちら、黒豆入りの国産麦茶です。これね、パッケージすごく大きいんですけど、中はこんな感じの普通のスーパーで売ってるようなサイズのものが4つ入ってるものになります。でこれね、開封したらこんな感じでね、 IKEA の瓶に入れてて、使う時に出して、このポットでお湯入れて出すみたいな感じですね。これ黒豆入りということもあって、開封するとね、すごく香ばしい香りがぐわっと出てくるんですけど、これジップ式の袋じゃなくてずっと開きっぱなしになっちゃうので、これ IKEA で売ってる瓶の容器なんですけど、大きいサイズのに入れるとちょうど1パッケージ分入る感じです。このティーバッグ1袋で1リットルぐらい取れますんで、1日 1,2 袋ずつ使う感じですね。これ1パッケージで120リットル分ぐらい取れるんですが、今回これ300円分のクーポンが出てて、なかなかね、値引き率的には大きかったんで、買いました。ノンカフェインですし、これ美味しいんでおすすめです。次これなんですけど、スンドゥブチゲマイルドですね。新しいパッケージになりました。ちなみにこちらが旧パッケージの方で、中身自体はね、全然変わりないと思います。ちょうどね、これラスイチなんですよね。長男でも食べれるぐらいの辛さなんで、長男でも食べれる程度の辛さなので、買っておきたいなと思ってたところ、こちらもクーポンでちょっと安くなってましたんで、はい。これスープの素なんですけど、スープ以外にもね、いろんな使い方ができるんで、安い時に買ってストックしておくっていうようなパターンでうちはやってます。はい。がっちり辛いやつ食べたければ、こちらの赤いやつですね。これはね、8袋入ってるんで、ちょっと価格は高いですけど、1200円弱ぐらいかな。たまにね、クーポン出てますんで、その時狙って、こちらも買ってストックしております。はい。それでは続きまして、5つ目ですね。米久の中華ちまき。ベーコンとかチーズとかが置いてる冷蔵の加工食品売り場にこれ置いてたんで、目に留まったんですよね、このちまきが。4個入りで698円、高いのか安いのかちょっとよくわかんない価格ではあるんですけど、1食あたり、174.5 円ということで、自分でね、もち米から仕込んでここまでね、作り上げることを考えるとですね、もう買っちゃった方がいいなということで買ってみました。で、未開封の状態であれば4月23日まで持つと、あと2週間以上は持ちますんで、まあいいかなと思います。はい。なんかこんな感じで竹皮に包まれたちまきですね。一つあたり 95g なんで、そこまで大きくないですね。ほんとちっちゃめのおにぎり。食べ方は600ワットで1分20秒、500ワットで1分50秒。袋から取り出し、竹皮を取らずに右図にくぐらせたちまきを耐熱皿に乗せ、ふんわりとラップをかけ、1個につき電子レンジで温めてくださいということです。この商品米久っていうメーカーのものなんですけど、アップルベーコンとかああいった美味しい加工食品のメーカーなんで、持った感じ美味しい。今日はね、もう夕方で、これから晩飯なんで、もう食べないんですけど、食べた感想は後日動画で出そうかなと思います。このタイプの商品って、レビュー動画1本のネタにはならないんですけど、こういった商品2、3レビューして1本の動画で出すみたいなやつ、やったことないんで、これと、あとね、お豆腐ですね。先週の購入品なんですけど、あれまだレビュー動画作ってないんで、それと合わせて紹介しようかなと思います。これ袋開けた時点でめちゃくちゃいい匂いがするんですけど、保存するときは何かジップ式の袋とか匂いがね、漏れないようにして保存した方がいいと思います。続きまして6つ目の商品こちらです。スターバックスのプレミアムミックスアソート、カフェラテ、キャラメルラテ、カフェモカ、抹茶ラテの4種類のやつですね。85度のお湯で 180ml 注いでねということです。全部箱から出してみました。結構ね、粉の量多いですね。スタバとかでもこういうインスタント系のフレーバーのやつって売ってると思うんですけど、あれの倍ぐらいの大きさですね。かなり太いです。コーンスープの素みたいな、それぐらいのサイズ感があります。各種類4袋ずつ入ってますので、全部でね16杯分入っているんですけれども、価格が
あ、1498円。スタバで飲むよりかは安いですが、このインスタント系の飲み物だとどうなんですかね、これ。1杯あたり 93.6 円ということで、100円切ってますからね。コンビニとかでこういった飲み物をね、買うと120、30円やっぱしますんで、そういった意味では安いということにしておきましょう。これは家事の合間とか、編集のお供に飲んでいこうかなと思います。続きまして7点目こちらです。冷凍のピタポケットパン。ここ最近冷凍手伸ばしナンを買ってたんですけれども、今回ね、その横に並んでたこのピタパン買ってみました。まだね、食べたことないんですけど、まあこれも美味しいですよということで、視聴者さんの方から教えていただきましたんで、ちょっと食べてみようかなと。10枚入って568円。なので1枚あたりの価格は何よりも15円ぐらい安いです。電子レンジで10秒ぐらい温めてトースターで1分ぐらい焼いてということなんですが、これ焼くと中にこう空洞ができて、そこに好きな具材を挟んで食べるみたいな感じなんですけど、チーズとかソーセージとかベーコンとかそういったものを挟んで食べることが多そうですね。何よりも小さいとはいえ、このサイズの立体が冷凍庫に入り続けるのはちょっとねしんどいんで、半分冷蔵しとこうかな。半分冷凍して半分冷蔵みたいな感じで運用していこうかなと思います。はい、これはそのうちレビュー動画出します。続きまして8点目はこちら、ベーカリーのティラミスドルチェです。昨日ね、このレビュー動画出したんですけど、残り半分ぐらいですね。消費期限は4月6日までなんですが、ちょっとね間に合いそうにないんで、こっち側いくつかは冷凍しとこうかなと思います。こっちはね今日の夜食べてみたいな感じで、まあ僕が行ってる店舗ではこの容器ですね、変わっております。こういった長方形というか直方体のタイプで、高さが減って横幅が伸びたみたいな感じになってるんですけれども、まだこの容器に移行してない店舗もあるみたいです。ただね、中身自体は変わらないと思いますし、内容量的にも変わりないということなんで、おそらく従来のパッケージがまだ在庫あって、それがはけてからこれに置き換わるんじゃないかなと思います。知らんけど、3月の最高の方でストロベリートライフルのこの容器バージョン、ストロベリースコップケーキっていうやつもレビューしてるんで、ぜひね気になる方はチェックしてみてください。個人的には前の容器のやつよりもこっちの容器の方が食べやすいなと思いました。こういう風にね直でこのスプーンですくって食べるっていうのは格段にこっちの方がしやすいですし、昔のものよりもコーヒー感が和らいでるので、小さい子供でも食べさせやすいですね。はい。これもね、相変わらず美味しかったですし、何せコスパがいいんで。はい。それでは最後9点目こちらです。フードコート新商品のアマオソフトクリーム。2018年に初めて登場して、当時僕が行ってる店舗はフードコート改装してて数ヶ月間食べれなかったんですよね。なので北九州の店舗までわざわざ片道1時間半かけて行って食べたっていう、とても印象深い商品なんですけれども、それの2020年版ということで今回食べてみたんですが、去年も出てたんですけど、これまでのアマオソフトとは全然違ってで、ミルク感が強いタイプになってました。個人的には前回のアマゴソフトのイメージでこう注文してたんで、はいどうぞって渡された時にえっと思ったんですけど、まあ、これはこれでね美味しかったです。ここ 1,2 年フレーバー系のソフトクリーム出てるんですけど、どれもねミルク感がとにかく強くて、キャラメルソフトとか特にそうなんですけど、色は違うけどほとんどバニラ味みたいな、基本的にぼんやりした味だなっていうのが あれだったんですけど、2020年版のアマオソフトに関してはちゃんとねイチゴの味がして、後味に酸味が来るんで、すごいさっぱりして食べやすかったです。レビュー動画のコメントの方でも今年のタイプの方が好きという方もいらっしゃったので、まだ出始めたばかりなので1ヶ月くらいはね売ってると思いますが、いきなりなくなるパターンもありますので、気になっている方はぜひお早めにお試しください。ということで、コストコ購入品の4月1週目編お送りしました。で、ね、今の時刻が5時半ぐらいなんですけど、また日付変わるギリギリぐらいになるかもしれないです。毎日ね遅くとも8時ぐらいに動画出せるようにしたいなと思って作業やってるんですけど、もう全然間に合わん。
ほんとね、今日は家族の他のメンバー実家の方に行ってるんで多少編集できそうなんですけど、一番追い込みたい7時台とかに作業がねいつもできないんで、日付が変わったら早朝にしようかなと。はい、ということで今回の動画以上でございます。こんな感じでね、コストコ商品レビューの動画いろいろ作ってますので、チャンネル登録またお済みでない方は登録ぜひお願いします。であとね、動画の評価もしていただければなと思います。この画面の下にある評価のボタン、どちらでもいいので押していただければ嬉しいです。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。